グローバルボーイズグループの上腕 JO1 の白いワルキが24日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組上腕のオールナイト日本 X クロス日本放送毎週水曜深夜0時に出演。川西匠の甘え上手な一面を明かす場面があった。上腕白いワルキ川西匠を絶賛。番組では誕生日のサプライズプレゼントが話題となり、サプライズされることに気づいているのに気づいていないふりをしてプレゼントをもらうというシチュエーションでのリアクションを実演してみることに。バル川西は白岩からサプライズで誕生日プレゼントをもらうというシチュエーションに、マジっすか、やば、ありがとうございます。ぶっくん、白岩、すいません、と自然な喜びを表現。うま、と白岩と大平翔星を驚かせた。そんな川西について白岩は、匠は多分下から甘えるのがめっちゃうまいんですよね。だから可愛がってもらいやすい、と甘え上手な一面を明かし、上の人にやるのはめっちゃうまいんですけど、多分下の人からされたらまた違うと思う、とも推測。バル、それに対し、川西は、確かに下の人との関わり方は結構難しいかも。苦手な方かも、と話した。上腕川西匠、女性の、目がいっちゃう、ファッションを告白。また、川西が街で目を引くファッションを語る場面も。車でよく窓を開けて外見って乗ってる、と言い、女性でパンツタイプのスーツ。多分仕事の合間なんでしょうけど、ちょっと暑そうにしながら日傘を差して信号を待っている女性がいたんですよ。髪をちょっと巻いて、めっちゃ素敵やな、めっちゃいいなって、目がいっちゃうんですよね、と車窓から目に入った女性の好きなファッション明かしていた。